どうも、吉井さかなんです。はい、ということでいきなりね、この高尾の街並みが一番できる、ね、あの僕の友達の、ね、マンションの屋上からお送りしているんですけれども、今回はですね、その台湾大学というところの社会科学部棟の図書館について、動画、作ってみました。まずですね、この特徴的なその蓮の葉のようなデザインっていうのは、植物の成長のアルゴリズムっていうのを用いた、ね、ダブルスパイラルってちょっと難しいんですけれども、そういうね、ちょっと植物的なグリッドっていうのを用いて配置を決定しているということになっております。はい、それと同時にですね、その周辺の庭っていうのもそのグリッドによって決定されているので、非常に全体を通して統一感のある施設になっているなと思いました。残念ながらですね、その屋根の上を撮影するのを忘れてしまったんで、設計事務所のホームページからちょっと画像を撮ってきたので、ちょっとご覧ください。こんな感じ、こんな感じで非常に綺麗な感じになっております。で、あとこのですね、内部空間、非常に僕好きなんですけれども、内部のその特徴的なね、書棚のデザインだったり配置みたいなものは、たまびのね、図書館と同じね、藤江和子さんという方が手がけています。自分のその目的に探している本がすごい普通に見つけやすいんですよ。結構複雑に見えるんですけれども、見つけやすいと同時に、その新たな本との出会いみたいなものをなんかより起こさせてくれるような、そんなデザインになっているなと感じました。非常に好きです。ここにその直線的な本棚が入るのと、このようなね、渦巻きのような、有機的なね、本棚の配置になっているのとでは、だいぶね、その図書館の印象っていうのが変わってくるんじゃないかな。学生がどこに集まっているのかっていうのを注目したんですけれども、やっぱね、その窓際の光がめっちゃ入るところに集まっているなと感じました。庭のデザインっていうのも非常に綺麗なので、その景色がめっちゃいいんですよね。だからもう普通にも気持ちよさそうに勉強していて羨ましいなと思ってしまいました。はい、でまとめますと、まあ結構ね、非常にダイナミックな形態をしているんですけれども、やっぱ中に入ってみると、その森の中にいるような静けさに包まれていて、非常にね、その動的であって静的でもあるっていう、非常にその相対するものを2つ合わせ持ったような空間になっていて、とても不思議なんですけれども、居心地のいい場所でした。ちなみにですね、ちょっといろいろ調べているうちにちょっと面白いものを見つけまして、ここのね、図書館の書記案っていうのはこのような形をしていたんですね。で、この形よく見てみると、実はですね、この後紹介する製品生活っていうところの同じ台北にあるんですけれども、製品生活の建物と非常に似ているんですね。ですので、ちょっとそちらの動画も作りたいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、あと面白いものはですね、なんか本を殺菌する機械みたいなのが置いてありました。向こう遊びに行った時に、その地元の大学生の子が声かけてくれて、その子にね、いろいろ教えてもらったんですけれども、それがね、なんか普通に置いてあって面白いなと、っていうか新しいなっていうふうに思いました。そのね、仲良くなった大学生がもう一つ図書館あるよって言って連れて行ってくれたんですけれども、そこはね、ほんと威厳のあるめっちゃ由緒正しい図書館みたいな感じで、動画も撮っちゃったんですけれども、こんな感じでね、なんだろう、もうめっちゃ一言でも発したら殺されそうなね、もう息もできないような本当に意見のある図書館でした。はい、ここで感じたことは、その大理石と本の組み合わせっていうのを個人的にはね、その見たことはなかったんですけれども、意外とね、合っていてマッチしていて、それもね、なんか今後参考にできるなと思いました。はい、ということで、なかなか話してしまいましたが、以上で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。